おはようございます。この時間はラジカワ映画情報館ランキングと地域映画上映情報をお伝えする番組です。お伝えするのは村木とラジオ川越放送局長の加藤さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、では早速ですが7月12日更新のランキングを発表します。はい。第10位夏への扉君のいる未来へ、9位新エヴァンゲリオン劇場版、8位ルノーニケンシン最終章ザ・ビギニング、7位ザ・ファブル殺さない殺し屋、6位初登場ハニーレモンソーダ、5位初登場100日間生きたワニ、4位キャラクター、3位ゴジラ VS コング、2位初登場ブラックウィドウ、1位初登場東京リベンジャーズです。以上です。あ、結構初登場がね、初登場が4作品ですね。結構多いですね。はい。最近目まぐるしく変わるんですか映画？前はね結構ずっと固定されてた時期もあったじゃないですか。そうですね、なんか結構でもこのルノーニケンシン新エヴァンゲリオンはまだ残ってますね、はい、そこは安定、結構長いかもしれない、うん、安定感ありますね、うん、徐々にちょっと順位は下がってきたもののまだやってますね、はい、残ってますね。100日間生きたワニが、はい、ね、ランキングしてますけど、そうなんですよ、これって昔、はい、ツイッターかなんかで、はい、流行りましたね。菊池雄貴さんの作品で100日後に死ぬワニっていうのがあったんですよ、それが一時的にめちゃめちゃブレイクして、はいはい、あ、そうなんですか。ニュースとかでもすごい取り上げられて、あ、知ってます。私テレビでちらっとなんか、はい、そういう絵本が出てて、はい、有名なんかちょっと人気が出たっていうのしか知らなくて、はい、絵本はねそれのツイッターのやつが、はい、終わった後に書かれたものなんです。あ、そうなんですね。確か、はい、はい、その時はだからツイッターでしかそれは見れなくて、僕がね見ましたか、知ったのはね90日目ぐらいですか、ね、こう、もう最初から予告してるわけじゃないですか、はい、100日後に死ぬワニとか言っちゃってるんで、うん、だから1日目2日目とかでそういうタイトルでやってるから、はい、うん、こう、あ、100日後には死ぬんだなみたいな。あ、なるほどね。でもそんな素振りが全くないんですよね。あ、普通に今99日まで全然普通に進んでるんで、うん、うんうんうん、もしかしたらねどっかにこういう、ね、うん、暗示があったかもしれないですけど、うんうんうん、100日目に今死ぬんですよね。だから101日目 の、 あの話がないわけですよ。あ、これなんで死んだか知ってますか。いや、知らないです。知らないですよね、はい、多分ね交通事故なんですよね。あ、そうなんですか。そうです、それは本当、はい、本当ですか。いや、これ、まあ、冗談じゃなく、まあ、結構まあ冗談じゃないですけどすいません、はい、推測ですよね。こうでああなんじゃないか、まあ、ひよこちゃんっていうキャラクターが出てきて、はい、それをまあちょっと救うために、へー、うん、命と引き換えにみたいな。あ、で最後はこう仲間と桜散るところで花見かなんかしてるんですよワニが。あ、うん、でいなくなっちゃうので。あ、そうなんですか、うん、まあ、そういう推測ですよねこれは。へ、うん、まあ、そんな形だったんですよ。こう題名が変わってたんでびっくりしたんですけど。あ、そうか、100日間生きたワニになってたっていう、まあ、結果意味は同じかなっていう。そうですよね、うん、とこですよね。ほとんどあらすじ言ってくれちゃったようなもんじゃないですか、これ中身どんな中身になってるんですか。この映画の100日間生きたワニは、はい、桜が満開に咲き誇る3月に、はい、お友達同士で約束したお花見の場にワニの姿はなかったんですね。ああ、なんかそこになかったんですね、はい、はいはいはい、で心配した親友のネズミとか、はい、お友達が桜を撮影した写真を仲間たちに送るんですよね、はいはいはい、ワニのスマホにも。親友がネズミだったんですね。そうですね、ワニとネズミって相性いいんですよね食べられちゃったりして。食べられるでしょワニに食べられておしまいで、仲良くしてる理由は、うん、食べるためかもしれないですよ。ワニに食べられたネズミみたいな。そう、100日後に食べられるネズミとか、もしかしたらそういう題名が。はい、すいません。でその送ったんだけど、それを受け取ったワニのスマホが、はい、画面が割れた状態で道に転がっていた。これ事故ってことかな、これが多分かもしれない。で、その中、それでみんなが、はい、
あの死んでたってことに気づいたっていう。ワニが、はい、で100日間そのワニが毎日こう自分の日常のあれを撮ってた、はい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 、スマホの中に入ってたっていう、ね、でこういう生活を送ってたんだっていうのがお友達に知れたっていうのが、はい、この映画の100日間生きたワニのあらすじです。あ、最初にね、はい、でその後が描かれてるってことですよね。そう、花見から100日後、はい、桜の木には緑が生い茂り。その後はあれじゃないですか。何ですか。ネズミさんがね、あの主人公になって100日後に死ぬネズミに変わって続きものになるんじゃないですか。ネズミが主人公で、ね、死の予言ですよね。そうなるとこう、ね、ホラー映画っぽくなるじゃないですか、うん、でもなんかワニとかそういうやつになると、はい、うん、全然ホラーっぽさがないんですよね。あ、そうですね。だって100日後に死ぬワニとか書いてあって、うん、みんながこう大反響してるわけですよ、日本中が、うんうんうん、で僕もスッキリとかで見たんですよね、はい、そこで特集してるんですよ、あ、はい、今日死にますねみたいな。でもなんか死にますねって言いながらどういうオチになるんですかねと、楽しみとかワクワクが死に対して、まあ、まあ死に対してワクワク感だとねちょっと良くないかもしれないですけど、どうなるんだろう、こうね、こう興味本位っていうかね、そういうのがあるんで、で次にネズミが100日後に死ぬみたいななった時に、そうなるとだんだんこう、じゃあ次はウサギでみたいな、次はヘビ君で、仲間がね、仲間でみたいな、出ちゃうっていうね、はい、やばいやばい、うん、やばいですね、はい、はい、そうが、ね、100日後ね、で仲間たちはそれぞれワニとの思い出と向き合えず、お互いに連絡を取ることも減っていたんだけど、はい、まあ、そんな100日後の中で暮らす中に新たな出会いが訪れるという、ワニ2みたいな。ワニの妹みたいな、妹ドラミ的なドラえもんでいう、そうそうそう、っていうお話ですね。そうなんですか。あ、そう、でも亡くなっても、はい、まあ、仲間たちがいて、はいはい、まあ、ワニのこうあれじゃないですか、生きてた頃を振り返ってみたいな、はい、あ、なるほどね、はい、悲しいような悲しくないのお話。どっちですか。あ、そうなんですね。そう、はい、でもこんだけ仲間に思われてると幸せじゃないですか、はいはい、急にランキング入ってきた感じなんですか。初登場なんで。初登場ですよね、はい、はい、でもう一つ、もう一つありますか。1位の東京リベンジャーズ、はいはいはい、これ、人気コミックの、はい、コミックは映画化実写、もともとアニメで、そうです、はいはい、であらすじなんですけど、はい、これもすごいイケメンどころが出てるんですよ。あの北村匠海くんとか、山田裕貴くんとか、村木さんそこをいつも押しますよね。杉野陽介とかその俳優がイケメンなんですよね、一番注目されますよね。そうなんですよね。そうで内容なんですけど、はい、ダメフリーターの花垣武道、これ北村匠海くんが演じるんですけど、はいはいはい、ヤンキーだった学生時代に付き合っていた人生唯一の彼女、あ、一人だけ付き合ったんですね、うん、そう、橘日向ちゃんと、はい、その彼女の弟直人が、はい、東京最強の組織に殺されたことをニュースで知るんですね、はい、あ、死んじゃうんですね。そう、はい、でその翌日駅のホームで、はい、その北村匠海くんがこう背中を押され線路に転落しちゃうんですけど、はい、その時に10年前にタイムスリップするんですよ。あ、押される、うん、押されて、それって死んじゃうってことなのかね、もしかしたら。いや、そうですかね。で10年前にタイムスリップして、はいはいはい、で過去の世界でその弟、現在で亡くなったその彼女の弟に、はい、10年後にお姉ちゃんの日向は殺されるから、おお、これもあれじゃないですか、10年後に死ぬ日向っていう、ね、で伝えたことにより未来が変化していくっていう。あ、面白いですねそれね、うん、どう変わっていくのか、もう未来が知っちゃってるわけですから。そう、でもその唯一の彼女を救うために、はい、10年前に戻って弟にお姉ちゃんが死んじゃうから何とかしようみたいな、はいはい、それをまずね信じ込ませることが大変ですよね。そうだね。例えば今そういう人が来て、うん、あの10年後あなたまず亡くなりますという話をしてきた人がいた時に信じます、うんうん、私信じちゃうかもしれない。信じるの。そっか、ちょっと確認するかも。10年後に来たってことはその10年間を知ってるわけですよね、そうですよ、だからどうだったみたいな感じで、あんなことやこんなことあったんじゃないですかっつって、ね、それが合ってたら、そうそうそう、でも
合ってるかも分かんないですもん。だってそうか、そうだよね、自分分かんないんだもんね。だからこれから未来のことを話されるから、そうか、あなたはこれこれこうなってこうなってああなってこうなるんですよ、うん、みたいなね。逆に信じますじゃん。いやまあ可能性がなきにしもあらずかなって思えばね、そうなるかもしれないですけど、基本信じないですよね、うん、そうだよね、うん、まずそこが注目じゃないですか、うん、その話をした時のリアクションというか、うん、ね、どうそこを信じ込ませるのかっていうかね、うんうん、そうですよね、はいはい、っていうちょっと面白いかなと思って、10年後から来て、はいはい、どう信じてどうやっていくのか、まあ、ちょっと面白いかなというか面白いでしょそれそうじゃないと1位にならないから、そうだよね、ちょっと面白いぐらいじゃ、ね、なりませんよ。人気コミックからだからそうですよね、そう、うん、でも鉄板ですよね、だからね、人気コミックですからね、はい、はい、そうですね。で今ランキングからは以上ですね、はい、ああなるほど、はい、はいはい、ありがとうございます、はい、で次川越スカラ座の情報ですね、はい、あスカラ座は地元のね映画情報、はいはい、これ3本、はい、今日からはいやってます、はい、はい、3本ですね、小さな町の小さな映画館、はい、そうですね、はい、今日から23日までですね今日から23日まで、ああ23日まで、ね、今日から終わってる、はいはい、23日までね、はいはい、で次が30日まで、はい、旅立つ息子へ、はい、で次も30日まで殺意の童貞、はい、で1本目から紹介しますか、はいはいはい、情報、なるほど、はい、小さな町の小さな映画館は、はい、これドキュメンタリーで、はい、で北海道浦河町の人生を、はい、楽しませてきた映画館、はい、大黒座にスポットを当てたドキュメンタリーで、はい、テレビやビデオの普及により映画産業が衰退し、はい、さらに過疎化が追い打ちをかける中、93年間この場所に存在し続けてきた老舗映画館の歴史を振り返る、ああそういう歴史があって、そうこういう映画館があったっていう、はいはい、93年間もスカラ座みたいな感じです、ね、スカラ座ですね、そう、はい、その映画のドキュメンタリー、ああなるほどね、はい、それはすごいですね、今もあるみたいですよ、本当ですか、はい、じゃこれはじゃあ実際の話ですよね、そうです、まあ実際あのドキュメンタリーの映画スカラ座さん放映するの多いんですけど、なんかそういうのを厳選されてるんですかね、ねえなんか多いですよねドキュメンタリー、あそうですよね、うん、はい、まあ、でもこれはスカラ座さんどうなんですか、どうなんだろう、実際あのドキュメンタリー映画っていうのは村木さんは好きですよ、あ好きですか、うん、本当ですか、スカラ座は実際に、はい、1905年に開業してんのかな、1905年かだからだいぶ経ちますよね、古いですよね、そうだね、うん、はい、すごい長い、昔はホームランっていう映画、もうそれの 前からですよね、その前からあるってこと、スカラ座に改名したのは1963年昭和38年って書いてありますよ、えじゃあホームランっていうのは違うでしょ、ホームランっていうのはいやシアターホームラン、まあ、旧ホームラン劇場とともに、あ違う場所ですね、だからへえ、はい、そうなんだ、そうですね、そのように書いてありますね、ああすごいことが分かりました、だから、うん、明治38年からありますね、へ前身は、すごい、はい、すごいね、長いですね、長いですよ、そうするとでも100年前ですよね、あじゃあもうこれと同じような感じですかね、そうですね、北海道にある、はい、そうですね、うん、今2021年ですよね、はい、だから116年前から、すごい計算早い、はい、ちょっとそろばんだけはあの埼玉県2位の時がありましたんですごい、はい、すごいね、じゃあ全然こ、まあ、こっちよりもすごいですね、スカラ座さんの方がそうです、ね、すごいっていうか、まあ、比べるもんじゃないんですけど、だからあの比べるもんじゃないですけど、うん、まあ、スカラ座さんも本当に歴史的な、ね、はい、のある映画館です ね、はい、ぜひもう一度は運んでほしいですね、足を、そうですね、はいはい、で続いて、はい、続きまして旅立つ息子へ、はい、でこれは愛する息子ウリのために人生を捧げてきた父アハロンは田舎町で2人だけの世界を楽しんできた、はい、しかし別居中の妻タマラは自閉症スペクトラムを抱える息子の将来を心配し全寮制の支援施設への入所を決める、はい、低収入のないアハロンは
養育不適合と判断され、裁判所の決定に従うしかなかった。入所日、ウリは大好きな父と別れ、父との別れにパニックを起こしてしまう。ダホランは決意した。息子は自分が守る。こうして二人の無謀な逃亡劇が始まった。っていう話です。なんか息子のウリが自閉症、うん、はい、でそれを別居中の妻が心配して入所するんだけど、はい、実際別れたくないと。あ、なるほどね。でお父さんが決意を決めて育てるっていう、はいはい、まあ結構ね今、うん、父子家庭とかも増えてる時代ですかね。そうですね。やっぱお母親育てるのと、うん、父親が育てるっていうのは、うん、勝手が違うじゃないですか、うん、まあその時に僕も父子家庭の家庭いるんですけど、うん、まあ、働く時間とかもやっぱり早めに、ね、そうなんだよね、帰らないといけないので、うん、そこの会社の理解がないとできなかったりとか。でもお父さんでもさ、あ、まあ、パートはきついか、男の人で。まあね、収入とかね。そう、結局ほら援助してくれるじゃないですか、市とかから。ああ、そうですね。それも、はい、とだったら別にそんなにガツガツ働かなくてもやっていけるんじゃないかなみたいな。まあそういうのありますよね。だから僕の、まあ、友達は、うん、やっぱがっつり働いてもやっぱり早めに帰って、まあ、子育てもしてましたけど、うん、やっぱりちゃんと就職みたいな、そういう感じではやってましたよね。そうなんだ、はい、あんまもらってももらえなかったりするからね、市から。そうですよね、高収入だと、はい、まあ、その映画ではね、やっぱり子供さんも大変な、ね、そうそうそう、環境ということもあって。そうですよね、まあ、いろいろと、ね、そういう映画を通じて、ね、うん、人生考えたりとか、うんうん、そういうものことができるんであればね。そうですよね、すごくいい映画かなと思います、うん、はい。じゃあぜひこれもおすすめなんで。そうですね、はい、はい、お願いします、はい、次、殺意の童貞。これは、はい、バカリズムのオリジナル脚本を、もともとワウワウで連続ドラマ、はい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 、全7話をやってたんですけど、はい、あ、そうなんですね、はい、復讐殺人計画の準備を一つずつミッションとしてクリアしていくっていう映画ですね、はい、あ、そんな感じだった。全7話完結で、へえ、殺意までの、殺意をもう殺人計画をミッションだとして、あ、殺すのがミッション、そうそう、して描かれたのが映画化になった。はいはいはい。でもこれをドラマを見てなくても映画を見ればわかるって書いてありますね。逆に映画を見たらそのドラマも見たくなっちゃうみたいなね。そういうパターンのやつもありますよね。ありますよね、はい、はいはいはい、っていう3つですね、3点。あ、なるほどね。スカラ座からは以上です、はい。じゃあちょっとスカラ座行くのにね、やっぱお金がかかると思いますんでそこら辺のちょっと、そうですよね、はい、料金ですよね。そうですね、はい、はい、一般が1600円、はい、なるほど、はい、普通よりも200円安いですね。そう、他の映画館よりも安いですよね、はい、じゃあ得ですねちょっとね、はい、はい、で大学生が1000円。ああ、1000円、まあ、はい、でも安いです。学割とかなくても普通に、そう、普通に、あ、学生証とか持っていけばまあなくても大丈夫です。あ、なるほどね、はい、で高校生が500円。ここ安いんですよ。これ多分学生証必要かな、高校生は。あ、高校生、ね、もしかしたら、うん、大学生とか普通の学生は、うん、まあ普通の学生、高校生の学生証じゃなくて、うん、1000円で入れて、そうって話ですね。高校生の、うん、まあ、はい、学割ですね、はい、はい、で小中学生が800円。え、なんで、え、高校生500円で小学生800円なの？そう、300円上がっちゃうんだ。上がっちゃうんですね。そっか、それも身分証明書いらない見た目でわかる。ああ、見た目でわかりますか、ね、見た目でわかる。あ、なるほどね。で幼児が無料、はい、このね、あの小学校1年生と多分年長さんってわ かんないですよね。わかんない、実際ね、うん、うちが言えちゃうかな、年長とかっつって、はい、一番下の子はちょっと小さめなんで。ああ、それで言っちゃいますか。それはまずいですね。まずいですよね。はい、まあそんなことはせずにね、はい、ちゃんとね、はい、ちゃんと申告していただいて、はい、はい、はい、見に行きましょう、はい、で、はい、火曜水曜が定休日ですね、はい、はい、で、はい、まあ、そこでスカラ座の情報は終わりなんですけど、はい、最近映画を忙しくて見れてないので、はい、ちょっと以前見た映画を、はい、紹介してくれるんですか、はい、
これ映画館に行ったのか、うん、DVD を借りたのかちょっと覚えてないんですけど、はい、フェイスオフって知ってますか？知ってますよ、ニコラス・ケイジの。そう、あとジョン・トラボルタの2人の映画なんですけど、仮面がこれ入れ替わるんでしたっけ？そうね、あの内容なんですけど、はい、ないよとか言ってやばい、これはこれ言っちゃいましたか。これはやばいな、これ小学生2年生3年生でも言わない、はい、小学生の人もあのこれはやめとこうってやったら判断が分かるやつなんですよ、はい、よくすごい勇気ですよね村木さん、ね、一瞬ほら止まったでしょ、言うか迷ったんですよいやいや言うかいやいや、これねあの絶対に思いつかないんですよ、あの言っちゃいけないこと言葉なので、言ってはいけないことってあるじゃないですか、この世の中に。そうですよね、そのうちの三大言ってはいけないシリーズのうちの一つですね、これ内容がないようですよね、はい、これは言っちゃまずいですねごめんなさい、これ誰もね番組聞かなくなりますこれ、はい、あの映画情報がのいて本当にあのオープニングの映画のランキングだけ1分で終わるんですけど、うん、そこで終わりますで、はい、内容はないよっつって、あ、まだ言っちゃいましたかで、はい、まあじゃあ読みますね、あらすじ。はい、はい、かつて冷酷無比のテロリストトロイ、このトロイはニコラス・ケイジが演じるんですけど、はじめ悪役ですね、はい、で最愛の息子を失った FBI 捜査官アーチャー、はい、これがジョン・トラボルタ、はい、壮絶な追撃戦の末ついにトロイを捕らえたが、トロイは時限式の細菌爆弾を町に仕掛けていた。でその場所を探るためにアーチャーは昏睡状態のトロイの顔を移植して刑務所にいるトロイの弟に接近する。まあ、接近してきっと聞き出すんですよね、はいはいはい、あのお兄ちゃんがやってることとか、はい、その爆弾の場所とかを、はいはいはい、で、目覚めたトロイは逆にアーチャーの顔を自分に移植しアーチャーの前に現れるっていう、でお互い憎しみあっての再会みたいな、あそういうやつですね、はい、そういう映画です。結構、まあ、見ました僕も。見ました、はい、あの当時は普通に映画館で。あ、見に行ったんですか。だいぶ古いですよねこれ。僕がそう古いけど、私ニコラス・ケイジ好きなんですよ。なんかねこう憎めない顔っていうかね、そうなんか、うん、ちょっと志村けんに似てて好き褒め言葉かわかんないんですけど、結構ねニコラス・ケイジとか、うんうん、エディ・マーフィーとか、ああいうのって結構日本人受けするんですよね、うんうん、はい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 、あ、はい、まあかっこいいというか、なんか受けるみたいなね。そうですね。で僕も見に行って、はい、なんかありますか？事件がありましたね。え、どんな？ね、これフェイスオフを、まあ、結構流行ってたんですね、はい、その時やっぱり、はいはい、当時ね。はい、でそこ見に行って、はい、で楽しかったねみたいな話になったんでね、うんうん、グループグループでね。はいはいはい、でニコラス最後こうだったよねみたいな話をね僕ついしてしまったんですよね。うんうん、はいはい。そしたらちょうどこれから見に行くという人がたまたまそのグループの中にいて、あ、はいはいはい、大喧嘩ですよなんで言うんだおめえはみたいな、ざけんじゃねえよみたいなって言って、うん、あ、映画って僕はあんま見に行かなかったんですけど、はいはいはい、やっぱ全部行ってしまうと、うん、すごい消えぶち切れられるんだなっていうのが本当分かって、うん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 、その人とはもうその場でもう縁が切れましたね、うんうん、あ、そんなに、まあ、やっぱ、うん、そうですよ。だから例えばほらね、プロ野球の結果絶対言うなよみたいな、あ、ね、あの、うん、あ、5対4で巨人勝ちましたねってパッて言ってしまった瞬間にブチギレられて友達じゃなくなるみたいな、あ、だからその人にとってはね、うん、やっぱ大事なんですよね、その映画の楽しみにしてた、ね、結果が楽しみなんですかね、うんうんうん、でもあの不安で最初に結果を言わないと見れないって人もいるじゃないですか、うん、いるいる、なんか結局この人どうなったの、最後だけ教えてみたいなそうそう、そういう人もいない、なんかじゃあ映画見なくていいんじゃないみたいな、そうそう、だからタイプによりますよねその人のね確かにそうだね、うん、例えば、うん、ほらオリンピックもねもう始まりますけど、はい、その録画のね放送の時に、うん、こう手に汗握ってよくバレーボールとか、うん、こうどっちがね分かんないみたいな、はい、あるじゃないですか、でもネットだと速報での結果載ってたりとかするんで、うんうんうん、その速報を見て、はい、安心してじゃないと見れないっていう、そっちの方がいいっていう人もいるんでね。なるほどね、うん、そっか、本当にたまたま運が悪かったんですね僕がね。うん、なのでこの映画情報館も慎重に取り扱わないといけないわけですよ、はい、そうです、あんまりベラベラこう喋っちゃうのも、そうそうそう、
いや最後死ぬんですねとかラブストーリーもね、あ、結果結ばれますもんねみたいなって言ってしまうと、そうだ、ね、うん、あ、結ばれちゃうんだみたいな、うん、結果ね、そうだね、そうだからやっぱりあらすじまではやっぱどこのサイトも載ってるけども、うん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 、ネタバレってちゃんと書いてありますもんね、うん、書いてある、ネタバレ注意、うん、だからここクリックする人はネタバレしちゃうねって、そうそうそう、うん、そうだね、だ一番の敵はヤフーニュースなんですよね、なんかのほらオリンピックの結果とかを知らないで、ね、うん、録画して見るって人は、うん、もう情報シャットダウンしますもんね、他から入ってこないように、なるほどね、はい、でまあちょっとスマホでちょっとヤフーニュースパンって見ると、うん、パッてこうもう目についた瞬間にもう一瞬で終わるんで、そっか、うん、ね、大谷一回あの、うん、ホームラン、うん、33号とか打ったんだみたいな、なるほどね、もうすぐ分かっちゃうんだ、そうだから、あ、11時からのニュースを楽しみにしてたのになっていう人もいるわけですよそうか、あんまりじゃあ良くないんだね、喋っちゃうのもね、そうですよね、うん、だから慎重にこう取り扱わないといけないですね、うんうんうん、はい、はい、で私ニコラス・ケイジの代表作で、はい、天使のくれた時間っていう映画知ってます？あ、聞いたことありますね、これもニコラス・ケイジが出てて、はい、優雅な独身生活を謳歌 していたビジネスマン、はい、これニコラス・ケイジですね、はいはい、昔の恋人ともう一つの人生を体験することで本当の幸せに目覚める姿を描いた大人のファンタジー、成功を夢見て恋人ケイトとニコラス・ケイジが別れてロンドンへ旅立つんですよね、はいはい、で13年後に、はい、まあ、社長として戻ってきて、はい、優雅な生活を送ってるんですけど、はい、でクリスマスのイブに、まあ、昔の恋人から電話が来るんですよね、おだけどかけ直すことはしなかったんですよ、はい、もう自分はもう社長だし、はいはい、もう手にするものは何もないみたいな、あでもう昔の恋人に連絡をしなかったんですよね、はい、でその日の夜寝て目が覚めたら、はい、その恋人と子供が2人いる設定のところで目が覚めるんですよ、あ、なぜか、ね、社長だったのに目が覚めたら、はいはい、家族がいて、はい、なんで俺いるんだみたいな、はいはいはい、一人でなんか優雅に過ごしてたのに、でそっから本当の幸せを見つけるみたいな、家族の幸せですね、そでその目が覚めて慌てて行くんですよ会社に、はい、もう自分が社長だから行くんだけど、 あ、そうですね、はいはいはい、あなた誰みたいな警備員さんに泊まれるし、そんな現実がそんな現実でちょっとあたふたするんだけど、はいはい、まあ、家族と過ごすうちにはいはいはい、まあ、どっちが本当の幸せかを見つけていくっていう映画です。結果やっぱり家族の方が幸せだったっていう感じですよね、まあ、これの結末はね、はい、見てからどっちを選ぶのかっていう、これ言っちゃダメなやつですから、あ、言っちゃダメですね、あ、なるほどね、社長に戻るのか、はいはいはい、目が覚めた家族がいる生活を選ぶのかっていうのは見てください、まあ、金を選ぶのか愛を選ぶのかとか、まあ、汚い言葉で言うとそういう感じなんですかね、まあ、まあそういうんだね、そういう、でも社長だっても別にお金を儲かるわけではないですからね、愛じゃない、はい、やっぱり、あ、村木さんは愛派ですか愛派ですか、素晴らしいですね、お金も大事だけどやっぱ愛じゃないですか、だから孤独じゃない、だってお金あっても一人って、まあ、でもお金のね、お風呂で入ってお金の布団で寝てみたいなね、まあ、確かに欲しいものは買えるけど、まあ、何がねこう心を満たすかですよね、うん、お金がね満たすのかもしれないし、うん、愛が満たすのかもしれないし、うんうん、まあ、他にもね、うん、満たすものがあるかもしれないんでね、そうですね、なんとも言えない一瞬考えちゃった何かなってリアルな、リアルに考えてしまいました、あ、そうですよね、はい、はいはいはい、じゃあそれではこの辺で、はい、はい、また来週